どうも、枝豆です。今回は、D ロが紹介していたリップロールサブベースというやつをね、紹介していこうと思います。でね、この技のね、細かいことについてはね、動画の後半で話していくんで、とりあえずやり方だけ、紹介していこうと思います。まあ、今後ね、まあ、いろんな技を覚えていく上でも、かなり大事なことをね、話していくと思うので、まあ、興味のある方はね、最後まで見ていただければなと思います。ということで、早速参りますね。レッツラゴー。で、こちらの技はですね、めっちゃ簡単に説明すると、インナードリップベースをさらに顎下げて、吸い気を多くしたものが、リップロールサブベースになります。が、インナードリップベースで、が、リップロールサブベースになりますね。なんでね、とにかくこの音をやってみたいという方は、ベース音単体っていうのをね、強めに出せるようにするといいかなという感じです。だから唇のバチバチ音っていうのをなくしていくイメージでございます。でね、ここから結構大事な話になるんですけど、こういう技の講座とかをね、やっている方のね、コメント欄とか見るとですね、この技はリップロールじゃなくてサブベースだろうみたいな、なんかよくわからん論争があるんですけど、全部リップロールで、なんならとか、もうこれも今ドリップベースって言えちゃうんですよ。それはなぜかっていうと、こっからここまではこの技で、こっからここまではこの技ですっていうさ、境界線なんて誰も決めてないじゃん。だから全部そうなの。ある人は今ドリップベースって呼んでて、ある人はサブベースって呼んでる技があっても、音が同じだったら同じ技なんだなっていう風に思ってもらえると混乱せずに、ね、済むと思うので、まあ、その辺はね、音を聞いてね、見極めてもらえればなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。